今回はアークインベストメント CEO 兼 CIO キャシーウッドからのメッセージの超解説をお届けします。まずは視聴者様にお知らせです。こちらの本の出版をきっかけに始めたメンバーシップ不動産マスターへの道を始めたところ、実は思った以上にご参加いただいております。ありがとうございます。自己紹介はこちらになります。 Amazon の著者データベースをご覧ください。今回の内容です。皆さんは確定申告は終わったでしょうか？私は昨日終わりました。 YouTube の広告収益と米国株デビューでガッポガッポしたと思われる筆者が確定申告で、それまでの給与所得と不動産所得と雑所得に加えて初めて事業所得と株式譲渡所得の申告をしたため、知恵熱が出て寝ていたら、寝てばっかりでもなんなので最近ショート筋に狙われて絶不調の投資信託、アーク社の CEO のキャシーウッドが YouTube で英語のメッセージを話していたので、その要約と超解説をしてみました。こちらがウォーレン・バフェットの再来と言われるアーク社の ETF の公式チャンネルになります。キャシーウッド自ら40分ほど皆様に直接語りかけています。残念ながら英語です。しかしちょっと待ってください。この画面、何か気になるところはないでしょうか？そうです、YouTube で他人のパソコンのブラウザの画面が映った時には、皆さん必ずチェックしなければいけないことがあります。それはブックマークと右上になります。ブックマークを見ると、その人の本当の趣味や思考がわかります。私は昨日、投資の解説を下々の皆の衆に、さもそれらしく解説している YouTuber が、映した自分のブラウザのブックマークに、のフォルダーだらけだったのを発見して、えらく興ざめした記憶があります。皆さんもこの右上のマークに注目したはずです。これはエンハンサー for YouTube という拡張機能です。 YouTube を見ると人間が操作する前に一定の視聴環境を自動で整えてくれるという Firefox のアプリになります。こんなことができます。デフォルトで再生速度が変えられる。ちなみに私は 1.5 倍速が好みです。再生速度を 10% 刻みで細かく変えることができる。例えば生放送のようにゆっくり喋る動画は 2.5 倍速、普通の動画は 1.5 倍速、ジム・クレーマーが喋るように分かりにくい英語の動画は 0.9 倍速、0.8 倍速とスピードを変えて聞くことができます。自由自在に倍速人間になることができます。それに加えて何とかを無効にできる。なんとかが減る。 Firefox で YouTube エンハンサーを使うと、あれがなくなり、言葉では言い表せないくらい便利になりますが、その理由は私は口が裂けても申し上げることはできません。話が脱線しましたので元に戻りたいと思います。本来ならキャシーウッドとのつながりだとか、どんな ETF かだとか、サクソバンクというところで口座を作った経験談を言いたいところですが、今回はパワーポイントがありません。うっすらとした記憶をたどって今お話をすると、私は15年ほど前、アメリカのテキサスに出張したことがあります。投資のロードショー、いわゆる展示会に出かけた会合の打ち上げがありました。南部らしいハンバーガー屋さんに行って、パーティーに参加をいたしました。その時、たまたま同じテーブルにいたのが15年前のその人でした。私はテーブルで話題の中心にいました。テーブルの全員に実のなる木を描いてもらい、その絵を見て心理状態を当てたところ、えらく当たるとのことで大盛り上がりでした。たまたま同じテーブルにいたキャシーウッドの番になった時、その結果はやや厳しいものでした。私はその通りにお話をしました。すると彼女は平静さを保ちつつ、次第に笑顔が引きつり、耳たぶがだんだん赤くなってきたのを覚えています。だんだん記憶がはっきりしてきました。ちょっと待ってください。名刺があるはずです。部屋を出ました。階段を降りています。廊下を歩いています。引き出しを開けています。名刺を探しています。Windows に必要なファイルをコピーしています。これにはあと数分かかることがあります。もうすぐです。今彼女の名刺が私の机の上にあります。そこで大変なことに気がつきました。私がキャシーウッドだと思っていたその女性の名刺には、
スージーという名前が書いてありました。気を取り直して本題に戻りましょう。この41分のメッセージの日本語訳の全文は私のブログに書いておきました。私がこの動画でお話ししたいことは3つになります。1番目、最近アークの ETF から資金が流出しているが大丈夫なのかと。2つ目、今バブル崩壊なのか。3つ目、テスラはどうよ。まずは1つ目の質問です。最近アークの ETF から雲仙億単位で資金が流出しているらしいが大丈夫ですかと。キャシーの答えはこうでした。アークは株を売買していない。だから資金が流出しても関係がない。今後バイデン政権であるかもしれないキャピタルゲイン税の増税も関係がない。もう少し正確に言えば、アーク社の ETF は誤解されていて、我々は投資判断をするだけで資金の出入りには影響されていない。資金の出入りは外部のエコシステムに行わせている。大量の資金流入があっても資金流出があっても何の問題もありませんでした。これは税金の効率の観点からも有利である。エコシステムとは何か、こちらをご覧ください。これがエコシステムの創造図になります。アーク社では業界研究と ETF の設計を行います。実際にその協力会社、資産運用会社がその通りに株式を購入し運用をします。そして投資しているお金は実はアーク社に入るのではなくて、その協力会社の資産運用会社に入ってくる。これがアークの ETF になります。アーク社では透明性の確保、つまり日々の取引を公開しています。そして業界研究においてはイノベーションの探索を行っています。例を挙げて言えば、電気自動車、遺伝子治療、宇宙なんとかと、こんな感じです。アーク社としては5年で2倍、年率に換算して 15% 成長を目指しているということです。そしてイノベーション投資というのはバリュー株とかグロース株とか、そんなのとは違う次元の話をしている。我々はイノベーション投資を行っている。ここは何度も何度も何度も強調をしていました。では次の質問です。今はバブル崩壊なのか。答えは、今はグロース株とバリュー株があるじゃないかと、このように言っていました。そしてドットコムバブルの頃はインターネット関連銘柄しかなかったんだ。これはもう少しご説明をしましょう。世の中の投資マネーは債券と株式に分けられます。現金は債券に投資するか株式に投資するかの2つしかないということになります。ドットコムバブルの時は、この株式に投資されたお金、インターネット企業に投資されたお金が現金に戻ってしまったと。これがドットコムバブルの崩壊であったと。しかし今は株式の中にはバリューとグロースというのがあります。グロースというのは株価が成長している企業。バリューというのは株価自体はそんなに成長しない企業、あるいは配当が多い企業。こんなのがバリュー株です。現在はこのグロース株からバリュー株に資金が移っているだけであると。あるいは株式から債券にお金が移っているだけであると。このようなことも言っていました。グロース株からバリュー株に移行していることは大変結構なことで健全なことであると。ドットコムバブルの時はインターネット株しかなかったんだけれども、今はグロース株もバリュー株も成長しているじゃないかと、このように言っていました。しかしこのようにも言っています。我々はイノベーションに投資をしている。これに対して機関投資家はバリューに投資をしている。持続可能性の考え方に大きな違いがある。それからこのようにも言っています。今のように金利が上がるときは我々は買い進めないだけであると。つまりイノベーションは次元が違うと、このように言っています。3つ目、テスラはどうよという質問にこのように答えています。イノベーション投資は他のものと比較されること自体全く意味がない。彼女によれば、世の中には2種類の成長モデルがある。直線的な成長と指数関数的な成長がある。我々は指数関数的な成長を享受するために
日々研究をしている。例を挙げるとオンライン小売のシェア、例えば Amazon とか Shopify とかスクエアなんてのもそうかもしれませんが、今 20% のシェアがあると。これが15から 20% を超えると爆発的な成長を遂げるはずだと。しかし図の左下の方を見てください。この段階ではバリューとかグロースとかイノベーションの成長では、イノベーションの方が株式の成長はちょっと劣っているようにも見えると。ちょっとあんまりうまくいかないねというふうに嘆いていてはいけない。これがもう少し時間が経つにつれて、これが逆転をしていって、ゆくゆくはこのようになると。イノベーション投資は指数関数的に増加をして、旧来のバリューとかグロースとかそんな感じの成長はもうこの豚さんのようなものであると。豚さんがイノベーションに対して何を言ったとしても、それは全く当たらない。彼女は最後にはこのようにまとめています。債券と株式、グロース株式が世の中にあって、我々は指数関数的な成長をする株式に投資をしている。この変化は皆さんにぜひ知ってもらいたい。それは孫の代まで続くものだと。我々はブラックボックスではなく、エキサイティングな旅をしてるんだと。このように力説してメッセージは終わりました。今回のまとめです。確定申告が大変だったので疲れて寝ていました。アーク社のキャシーウッドの英語のメッセージを見たので話をまとめてみました。グロースがなんだ、バリューがなんだと。イノベーションが最高、アークが最高、ギャフンと言われるまでショート筋に狙われるかなと私は思います。投資は自己判断で。ご視聴いただきありがとうございました。